はい、こんばんは、フェマールでございます。今日はですね、前回ですね、あるトンネル来た時ですけども、その動画を出した後に、視聴者様からですね、あのトンネルの壁に骨があるぞと、などと言われまして、なんぞやと思って見たんですね。そうしましたところ、あ、確かにあるわと思いまして、それを探索しに参りました。その骨さんがね、結構変なとこにあるんで、なんであんなとこにあるのかなと思って見てたんですね。で、僕はその前回の動画撮った時には全然気づかなかったんですけども、それをまあ、わざわざまたひどい道をやってまいりました。場所はですね、春日のトンネル、春日の随所ですね。で、このようにね、だいぶまあ、いいトンネルなんですけども、すごい崩れてるんですよね。で、ああ、ほんとや。キモ。あ、うわ、なんで？ざーっと見つけてみてください。皆さん、どこにあるでしょうかって。ここ崩れてるんですね、こうやって。崩れてますよね。はい、この画像の中で映っております。どこでしょうか。見つけてみましょう。じゃあもう行きますね。ええー、気持ち悪い。頭骨なんですよ。なんで？いきますよ、じゃあ。もういいや、もう溜めないでいいや。はい、じゃあ行きます。ここですね。これ崩れてるんですよ、結構。それでアップしますね。でん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 。わかります？これ。何これ、気持ち悪いの。鹿の骨ですね。ちょっと上の方まで、ちょっとでも危ないね、これ。ここちょっと崩れても余裕のあるとこから行きましょう。よいしょ。もうボロボロですよ。ほんと近寄ると危ないんで。なんで？まあお分かりですね。じゃあこれ検証しましょう、今からね。春日の随所って書いてあるでしょう。ちょっと見にくいかな。上がずってきてるんですね、多分ね、これ。だから今の鹿の骨があるところが、要は上の部分がずれて手前来てるんですね。骨がなんて、どうやってあんなとこ来たんか。人工的になんか置かなきゃいけないんじゃないの、あんな。本当今崩れてもおかしくないです、本当。位置関係ね。わかる？これ意味。埋め込まれてるんですよ。一つは、この崩れる前に、このポータルの上ぐらいに、死骸があって、ずれて落ちてきたパターン。ずれて落ちてくるんだったら、上に穴があってもおかしくないんですよね。2番、人工的に置いた？まさか こんなとこに置く？ 3 番、地面の中に埋まってた骨が押し出されて出てきた。にしては形が綺麗だしね。まあ、あとは4番、鹿の置物。あ、西洋風な。 あの場所ですよ。謎解きっていうか、わかる方いたらすごいよ、これ。こんなんですよ。形は結構綺麗に残ってますね。まあ、ちょっと今日はこの中入りませんけど、この中はまた別の動画で見てください。土砂に埋もれてた、あ、それかな。土砂に埋もれてた鹿の骨が押し出されて出てきて、たまたまそこの部分の石垣が落ちてきて、まあ、ここ落ちてるんですけどね、いっぱい。落ちてきて、骨が現れたのか、それか。じゃあ、相当昔の鹿の骨じゃないかな、あれ。謎ですけども、皆さんちょっとコメントで一遍探ってみてください。正解は分かりません 本当分かりません とにかく、まあ言ってみたら不気味なトンネルにあんな骨が埋まってるという話でした。では、今日はこれまででございます。おやすみなさいませ。フェマールでした。ありがとうございました。
意味わかんねえ。